シンシナティ空港ピープルムーバーは、シンシナティノーザン県タッキー国際空港の旅行者を取り扱うオートメイテッドピープルムーバーである。アンダーグラウンドトレインとも呼ばれている。ターミナル3へ連絡するために1994年に開業し、現在はコンコース A 及びコンコース B と共にメインターミナルに連絡している。当システムは当初デルタ航空の運営の下で建設された。 1991年9月に、デルタ航空は1990年代半ばに早期に着手する主要な拡大の一環として、これらのターミナルを連絡するためにピープルムーバーシステムを導入すると発表した。当システムは旅客列車のペアからなると当初発表され、1列車につき合計213人の乗客のために、 それぞれ最高71人の乗客が着席できる3両の車両からなっている。オーティスによって建設及び導入されており、その建設の時点での1670万ドルの施設は世界中のオーティスによって導入されたその種において唯一の第6位であった。列車は1994年6月9日に落成式に続き運行開始された。 2010年にデルタ航空が定期便を減便した後、列車はコンコース A 駅を通り越してターミナル3及びコンコース B 間を移動していた。ターミナル2の閉鎖以来、列車は3つの停留所を往復移動している。今日では列車は最高500回の往復移動を行っている。列車は90秒ごとに出発している。ありがとうございます。